ホラー映画よりも怖い非ホラー映画、そう聞いて本作を思い浮かべる人は少なくありません。ですが実際にこの映画を最後まで見れたという人はどれくらいいるでしょうか。2000年の初公開以来、多くの映画ファンを引きつけつつも、それよりはるかに多くの人々の鑑賞を拒み続けてきたうつ映画の金字塔、レクイエム・フォー・ドリーム。2009年にエンパイア誌が発表した落ち込む映画ランキングでは、ダンサー・イン・ザ・ダークやミリオン・ダラー・ベイビー、ホタルの墓を抑え、堂々の1位に輝くなど、観客を地獄に叩き落とす容赦のない写しシナリオが有名な本作ですが、実のところショットや編集をはじめ映画表現の点でも画期的な作品であったことはあまり語られています。恐ろしくてスタイリッシュで中毒性のある映像美。この動画では作品の表の顔であるめくるめく写しシナリオを足がかりに、芸術作品としての本作の奥深さを明かしていきます。ドラッグで身を持ち崩す人々を描いた作品は数多くある中で、本作は最強クラスに落ち込む一作です。うつ映画というのは、現実世界に希望がない人が摂取していいものではないため、現在自分の人生がうまくいっていないという方は、ぜひ鑑賞をお勧めします。僕と一緒に落ち込みましょう。物語の舞台はニューヨークのコニーアイランド。一人暮らしをするサラのもとへ、息子のハリーが訪ねてき、テレビを持ち去ろうとします。傍若無人な彼の振る舞いに、クローゼットへ隠れ、これはただの夢、と一人つぶやきやり過ごそうとするサラ。ハリーは親友のタイロンと共に質屋へテレビを引っ張っていき、交換したお金でドラッグを手にし注入。有頂天となった二人は高価なヘロインを仕入れて混ぜ物をし、高値で売りさばく案を思いつきます。翌日質屋でテレビを買い戻したサラは、お気に入りのチョコレートを頬張りながら、視聴者参加型のショーを鑑賞していました。その時一本の電話を受けます。今見ているまさにそのショーのゲストに当選したというのです。亡き夫が好きだった赤いドレスを着てテレビに出たいと願う彼女。ですが背中のジッパーがそれを許しません。同じ頃ハリーは恋人のマリオンとマンションの屋上へ上がり、紙飛行機を飛ばしていました。お金はあるものの愛のない両親のもと育ったマリオンは、デザイナーを夢見ながら精神科医へ通い、恋人ハリーとの時間を楽しんでいました。サラはダイエット本を手に生活を改めるよう決意。が、指南書に書かれてあること全てが今の彼女の生活とはかけ離れており、友人に助言を求めると、いわく娘が医者から食欲をなくす薬をもらい23キロも痩せたとのこと。後日テレビ番組の出演契約書が届き、サインをしを繰り返します。ハリーとタイロンは取引を成功させ 500g のヘロインを入手。二人はこの世のものとは思えぬ快楽に溺れるのでした。一方、極度の空腹から来る幻覚に耐えられなくなったサラは、友人に電話をかけ医者を紹介してもらいます。そして医者はカルテだけを見て薬を処方。ハリーとタイロンは混ぜ物をしたヘロインをさばき終え、資金を調達。報酬は雪玉のように膨れ上がり、二人の金庫は札束で溢れて行きます。ハリーはマリオンの夢を叶えるべく、二人でアパレル店を開くことに。一方、薬の服用を始めたサラは、四六時中ダラダラと流れる汗に、テレビの前でも落ち着かない様子。一ところに留まることができず、延々と部屋の掃除をし続けていました。タイロンは部屋で過去の記憶に浸っており、いつか偉い人になると母親の腕の中で誓った幼い頃の自分を思い出し、鏡の前で複雑な表情を浮かべ、恋人と愛を交わします。ハリーは稼いだお金で母親へ贈り物をすることに。質屋と家の往復でボロボロになったテレビセットを買い替えることを決め、マリオンと共に一発打ってからお店へ向かいます。後日、母親の自宅を訪ねると、輸入販売の仕事を始め、将来を考えられる相手とも出会ったと報告。サラは飛び上がって喜びます。ろくでなしだったこれまでの自分を恥じている。しでかしたことは変えられないが、大好きなお母さんに少しでも喜んでほしい。とハリーは続け、テレビを送り届ける旨を伝えると、サラは目に涙をため喜びをあらわにします。が、ふと訪れた静寂に違和感を覚えたハリー。それは耳馴染みのある音でした。
母親の歯がカチカチと音を立て震えていたのです。ダイエットのために医者にかかっていると打ち明ける彼女。そのダイエットピルが覚醒剤であることを彼はすぐさま見抜きます。がサラの心は息子の助言よりも赤いドレスを優先。もうじき100万人の人があのドレスの私を見て好きになるのよ。母親がドラッグの虜になりつつあることを知ったハリーは、キロ涙を流しながらそのうさをドラッグで晴らすのでした。後日タイロンが組織の人間と共に警察に抑えられ逮捕。保釈のためにそれまで稼いだお金のほとんどを使い果たしてしまいます。そこへ町のギャング同士の抗争が追い打ちをかけます。ドラッグの供給量が減り、目ぼしい入手先は金ではなく女にのみ薬を売るというお金持ちだけ。一方、以前と同じ量の薬では効果を感じられなくなったサラはその旨を医師に伝えます。突如鳴り響く物音や頭の中で聞こえる声に悩んでいると話すも、医者は体重は順調に減っていると答え、これまでと変わらず薬を処方。ハリーとタイロンはクリスマスの夜にフロリダの密売組織がドラッグの大盤振る舞いをするとの噂を聞きつけます。が値段はこれまでの倍、量は半分以下。ハリーは恋人を頼るほかありませんでした。感動された両親の代わりに精神科医からお金を引っ張ってくるよう説得。全てが元通りになるために彼女が体を売ることが必要だと力ない声で遠回しに諭すと、数日後マリオンは精神科医相手の売春を経てお金を手に帰ってきます。タイロンは母親の写真を見ながら部屋で一人悲嘆に暮れ、サラはやっと着られるようになった赤いドレスを身につけ、濃いアイメイクと赤い口紅を塗り部屋で一人踊るのでした。そして迎えたクリスマス。即売会が幕開けると、詰めかけた客の一人が拳銃を取り出したことで組織の人間が発砲。会は早々にお開きとなり、またもやブツは手に入らずじまい。ハリーとタイロンは自分たちが直接フロリダへ行き取引をする計画を立てます。帰宅したハリーはお目当ての薬が手に入らなかったことでマリオンと口論に。役立たずだと責め立てる恋人にハリーはここでなら薬が手に入るというお金持ちの自宅の電話番号を二人の思い出の写真の裏に走り書きし手渡すのでした。サラは電気の消えかけた家の中をうろつき、テレビをつけて錠剤を頬張りながら画面に映る赤いドレスの自分に見とれていました。番組の司会者と美しくなった自分が共演者ともども画面から飛び出してき、部屋の中をかっぽ。ランチ期騒ぎを繰り広げる彼らに恐れをなしたサラは家を飛び出し地下鉄に乗車。乗り合わせた人々に行き先を告げ、これからテレビに出るのだと伝えますが、誰一人彼女を相手にしません。そして局に到着。電話が来ない。自分はいつ番組に出られるのか。そう受付で迫ると応対した女性が警備員を呼び、サラは腕を取られ連れ出されます。その頃ハリーとタイロンはフロリダへ向け車を走らせていました。道中でいつも通り薬を注入しようと腕を出すと、ハリーの肘の内側が黒くただれていました。その傷の痛みを和らげる方法は一つしかありません。サラはストレッチャーで病院へ担ぎ込まれます。マリオンは例の番号に電話をかけ、相手の誘いに応じます。注射を打った後、腕に走る鈍い痛みにもだえるハリー。その後も刻一刻と悪化していく彼の容態にタイロンは急遽行き先を変更し病院へ向かいます。電話の相手の家に着いたマリオン、公職な目つきの大男が応対し、会話もそこそこに彼女で欲望を満たします。ことが終わるとマリオンは浴槽に顔を突っ込んで絶叫。直後男にパーティーの招待を受けます。そこでは極上のブツが手に入るとのこと。ハリーとタイロンは病院へ到着。腕の可能が広がりエソを腰掛けており、すぐにでも処置を受けなければならない状況でしたが、医者はその腕を見るなり席を立ちます。数時間後彼らは檻の中にいました。精神病棟へ送られたサラは両手足に拘束具をはめられ、ドロドロの食べ物を口へ詰め込まれ、鼻に管を通され、激痛にもだえる中液体を投与されます。ハリーはマリオンに電話をかけ、今すぐ帰ってきてという彼女の言葉に涙ながらに首を縦に振ると、
彼女はその弱々しげな返事に決意を固めます。サラは複数の薬を投与したがどれも効果がなかったこと、電気痙攣療法であれば可能性があることを医者に伝えられ、契約書に筆を走らせます。ハリーとタイロンは囚人服を着せられ護送車の中でした。マリオンがパーティー会場へ着くと、そこでは明かりを落とした部屋の中で男たちが懐中電灯を手に男女の乱行を見て楽しんでいました。拘束具をはめられたサラは両のこめかみに電気ショックを受け、拷問に等しい痛みと恐怖に発狂寸前。タイロンは移送中、肌の色の違いから理不尽な罵倒を受け、それでも友人を助けるよう懇願します。腕のエソにようやく気づいた刑務官はハリーを病院に送ると、医者の判断で肩から下を切断することに。麻酔を打たれ薄れゆく意識の中で彼が見たのは、海辺に向かって立つ恋人の姿でした。そして彼女の方へかけていくと、突如橋が崩れ落ち、遥か下の地面へ転落していきます。その頃マリオンは金持ちの男たちの求めに応じ、肛門へ棒を挿入され女性と交わっていました。目を覚ましたハリーは先ほど見た夢、そして失った左上に翡翠の涙を流します。帰宅したマリオンはソファーに寝転び、手に入れたコカインを胸に抱き眠りにつきます。タイロンは刑務官に激しい罵倒を受けながらの刑務作業を終え、雑居房のベッドの上で母親との幸福な思い出に苛まれながら眠りにつきます。入院しているサラを近所の友人二人が訪ねてくると、髪の毛が真っ白に染まり骨と皮だけになった彼女を見て絶句。面会を早々に切り上げ、涙を流し互いの肩を抱くほかありませんでした。その日サラはベッドの上で夢だった赤いドレスを着てテレビ番組に出る自分の姿を想像していました。そうして眠りに落ち、夢の中で番組に出演し息子を抱擁、スポットライトと万雷の拍手を浴びながら喜びに涙を流し、ハリーを愛している旨を伝えると、夢の中の彼は僕も愛していると答えるのでした。この映画を一言で表現するなら、クライマックスに向かって進む100分間の音楽だ。映画と映像、美術、そして衣装すべてが一体となって一曲のレクイエムを奏でるような映画にしたかった。本作を監督したダーレン・アロノフスキーはそう語ります。近年ではナタリー・ポートマンを主役に据えた映画ブラックスワンが世界的にヒットしたことで広く名を知られるようになったこの監督ですが、本作レクイエム・フォー・ドリームの制作当時は30そこそこの若手でした。演習率の謎に取り憑かれた数学者の苦悩を知的なタッチで綴ったデビュー作パイを、インディース映画の登竜門サンダンス映画祭に出品し賞賛を浴び、興行的にも成功を収めたことで方々からオファーが舞い込む中、それら全てを断り手掛けたのがこのレクイエム・フォー・ドリーム。ハーバードの学生だった彼は在学中にインスピレーションを求めて小説を読み漁っていた頃、とある作品に出会います。ヒューバート・セルビー・ジュニアのブルックリン最終出口。ニューヨークのブルックリンに救う不良少年や正統作者、ジャンキー・娼婦たちが織りなす悪夢を描いた同作の露骨な表現に夢中になった彼は、セルビー・ジュニアの作品をいつか映画にしたいとの夢を抱いていました。それを叶えたのがキャリア2作目の本作だったのです。デビュー以来アロノフスキーが全ての作品で貫いてきたのは破滅を見据える視線でした。数学者、ジャンキー、レスラー、バレエダンサー、誰を主役に据え何を描こうとも、そこには絶えず破滅の予感が漂っています。特にキャリア初期の本作は冒頭からラストに至るまで手心知らずの陰鬱さ。そしてこのレクイエム・フォー・ドリームが素晴らしいのは、悪人は一人もいないのに誰一人幸せになれないところ。登場人物皆がそれぞれ自身の幸福のために行動した結果、全員が不幸になるという特筆すべきシナリオにありました。頑張った者は最後に報われるというコンセプトが規定路線のハリウッドのスリラー映画にあって、これが鮮烈な印象を残したことは言うまでもありません。作品の映像化にあたっては、インディーズ映画で異例の成功を収めた若き秀才の看板があってもなお難航し、メジャーなプロダクションに軒並み断られた末、
中小の映画会社まで当たってようやく資金提供が叶ったようです。では本作のシナリオに目を移しましょう。物語の最序盤、虎息子のハリーが母親のテレビを持ち去っていきます。その時のセリフは以下の通り。1時間後には取り戻せるのが分かっているのに、なぜ僕を後ろめたくさせるんだ。ハリーは根っからの悪人ではありません。後に判明する通り、母親のことを心から愛しています。ただドラッグの虜になっているだけ。親友のタイロンに関しても少し擦れたところはあるものの、事情はさほど変わりません。母親の愛を一身に受け育った彼は、彼女への愛情をその亡き後も忘れることはなく、悪行だと分かっている行いに手を染めている時、思い出すのは決まって自分を愛してくれた母親でした。ではマリオンはどうでしょう。彼女の場合、さすが事情が異なっています。親は会社の経営者、愛情を金銭で代替する両親に育てられた彼女は、幼い頃に与えられなかった愛情を何かで埋め合わせようと長年もがいており、その対象となるのが物語の冒頭部ではハリーでしたね。愛情飢餓、自分にはいつも何かが欠けていると思い続けてきたその心の内にある空白を、はじめは愛によって埋めており、それは彼女にとって幸せな日々でした。綺麗だとか好きだとかはたくさん言われてきたけど、あなたに言われると何かが違うの。恋人と愛し合うシーンで彼女はそう口にします。彼らは誤って媚薬を飲んだために恋に落ちた中世の騎士トリスタンと王妃ゾルデのように、何か特別なもの、ここでは薬がそれにあたるわけですが、を媒介に結びついたのではありません。純粋な恋心によって結ばれました。しかし恋した相手がジャンキーだったために、次第に心の隙間を埋める彼女の対象がドラッグへと移っていくのでしたね。もっとも彼と知り合う前から精神安定剤の服用で多少なりともハイになっていた節はあるわけですが、そこでサラはというと、彼女を苛んでいたのは孤独でした。夫を早くに亡くし、そしてハイスクールを出て以来、不義理を働く時以外は家に寄りつかないドラ息子の帰りを待つばかりの緩めない身寄りの彼女。日がない一日テレビの前に座り、ソープオペラやクイズ番組を見ることに延々時間を費やしている。インターネット時代の前の典型的な孤独なお年寄りの日常ではないでしょうか。実を言うと、本作は劇中に登場する服装や髪型、オブジェに時代を特定できるものはありません。例えば登場人物の言葉遣いには時折70年代のスラングが用いられていながら、服装はどことなく90年代っぽかったりと、意図的に年代がぼかされています。70年代から2000年までのどの時代でもあり得る風景。本作は言うなれば現代の寓話であり、すぐ後で詳述しますが、中毒症状をめぐる70年代以降のどの人間にも起こり得る話として構成されているのです。マリオンには恋人という心の支えがありました。サラの場合そうはいきません。尽きることのない孤独、彼女の薬物中毒への下準備は実際に薬に手を出すずっと前から始まっていたんですね。そしてこの映画、単にドラッグを描いた作品ではありません。これは監督も原作者も揃って明言していることなのですが、中毒の対象は何だって構わないのです。テレビやコーヒー、セックス、あるいは希望だっていい。本作が扱うテーマはドラッグという単一の問題を超え、現代都市生活者に見られる中毒症状全般についての考察であり、自滅していく人々の生態をつぶさに観察することにありました。薬物を扱いながらも、薬物を超えたはるかに広範な中毒の問題を扱っている。それが本作を数あるドラッグムービーと決定的に分けています。例えば思いこがれる相手から何の音沙汰もない日々を過ごし、彼彼女の顔を見ることも叶わない。そんな日々が続き、不安に苛まれていた中で突如その相手が目の前に現れたとしたらどうでしょうか。あるいはいつ届くのかと待ち望んでいた知らせが、ある日突然ポストの中に入っていたらどうでしょうか。飛び上がって喜びますね。望みの薄い希望にすがり、我を失いかけていた頃に突如それが叶う。そうして脳内に過剰分泌されたドーパミンが彼ら彼女らを支配し、本人が望もうが望むまいが、
その快楽を再び得たいと願うようになってしまう。中毒の対象は何だって構わないとはこういうことなんですね。息子が質に入れたテレビを買い戻しに行き、顔見知りの店主にテレビを盗まないよう警察からハリーに忠告するべきだと助言をされたサラは後悔します。そんなことできるわけないでしょう。私にはハリーしかいないの。彼女は晴れてジャンキーになる前からいくつかの中毒をすでに抱えていました。主に4つです。なんだかわかりますか？1つは先ほど話した希望、もう3つはテレビとコーヒー、糖分です。息子からの電話やショーの出演招待状が届くのを待つ以外は一日中テレビの前で過ごし、砂糖のたっぷり入ったお菓子やカフェインを取り続けるのを我慢できないサラ。なぜ彼女がこの4つの中毒に侵されていたと断言できるのかについては、ショットとカメラワークの話が関わってくるため本動画の第2章で詳述しますが、ここでも軽く触れておくと、本作では登場人物が中毒に陥っているものに対し動詞の演出が用いられています。ヒップホップモンタージュです。通常映画でドラッグを摂取するとなると腕に注射器を打ち込むか、あるいは札束を丸めて作った筒で白い粉を鼻から吸引するか、シンプルに錠剤を口に入れるか、このあたりでしょう。これらの描写に代わって本作が用いているのがヒップホップモンタージュです。薬、ライター、注射器、細胞、開く動向、これらの短いショットをシャープな効果音とともにテンポよくモンタージュ的につなげてみせる、その技法がドラッグの注入時に必ず用いられています。そしてそのモンタージュがドラッグ以外の中毒を示す場面にも使われているんですね。それが先に触れた4つ、コーヒーを飲んだり食べ物を口に入れたり、リモコンに手をかけたり、赤いドレスのジッパーを上げたりする場面がそれにあたります。先日の通り、カフェイン、糖分、テレビ、希望ですね。このヒップホップモンタージュが意味するのは、それらの行為が果てしなく反復され続けてきたものであること。そして何より、それらの反復により生じた中毒症状が、本質的には全て同じものであることです。執着する対象が微妙に異なっているだけで、依存という現象自体は変わらない。そうした中毒の本質を本作は、まるで音楽のようにテンポよくつなげた同一場面の繰り返しで表現しているんですね。薬物依存症という僕の愛読書によると、中毒を呼ぶ最大の要因は孤独だと言います。刺激のない単調な日々を過ごしていれば、人は必ず何かで退屈を紛らわせたいと願うもの、そしてその退屈を紛らわせる何かが単調な日々における数少ない刺激であるほどに、その刺激に依存するほかなくなるというわけです。刺激、すなわちドーパミンがもたらす一瞬の快楽は概して強烈なもので、仕事、趣味、恋愛、友達付き合いと快楽を見出す先が分散されている人であれば、単一の刺激に頼らずとも日々を充実したものにできるでしょう。ですが孤独な人にはそれができないんですね。サラはハリーとの会話の中でこうこぼします。世話してあげる人が誰もいない、自分には何もない、寂しくて仕方がないの。自分には何もない。そうしたよるべない心境から、テレビや食べ物にのみ快楽を求める単調な日々に陥り、その日々の中で突如、いつも見ていたショーにお気に入りのドレスを着て出演できるかもしれないという希望を与えられます。ドレスを着てショーに出るため、それまで畑のように取り続けてきた栄養分を減らし、ほとんどカフェインだけで我慢。そしてダイエットを始めた彼女を悩ませていたのは、飢餓感から来る幻覚でした。部屋中の家具が食べ物に見えてしまう幻覚、それはあたかもドラッグの禁断症状かのように彼女を襲います。一見すると本作は何もないところから突如舞い込んだテレビ出演のオファーにより、主人公の人生が狂わされたかのように見えます。しかし実際にはテレビのオファーが届くずっと前から彼女の中毒は始まっていました。孤独な日々の中、自分を癒してくれるはずのものによって彼女は中毒症状に陥り、その別の中毒を癒すためにドラッグにはまっていったんですね。これは言うなれば底なし沼の中でもがいているようなもので、彼女はドラッグよりも根本にある問題を解決できなかったがために、ドラッグから逃れることができなかったのです。しかし薬物にはまる前からその下地は整っており、
あとは何か些細なきっかけにポンと背中を押されるだけでジャンキーの出来上がりというのにはぎくりとさせられますね。これを聞いている皆さんの中には、本作が描く人物と近い境遇にある誰かの顔や、あるいは自分自身が頭に浮かんだという方もいるのではないでしょうか。幸運この上ないことに、平和な国で暮らしているであろう皆さんの多くは薬物が身近にないかもしれません。そのためドラッグの影響からは逃れることができていますが、実際には誰もがドラッグでなくともあらゆる中毒に侵される可能性とともに生きている。そのことを描いたのがこの映画の真の恐ろしさではないでしょうか。些細な幸福に喜び、つつましく生きる普通の人々。そんな人たちにも孤独を感じる瞬間は必ずあり、それを何かで埋める行為が取り返しのつかない悲劇を生んでしまう。ダーレン・アロノフスキーは以下のような言葉で自作を評しています。この映画は現実から逃避する人間の姿を描いている。現実を生きず無双にふけってばかりいると、心に大きな穴が開いてしまう。その穴を埋めるため人は何かに依存する。穴を埋めるために始めたことで、さらに穴を広げ、最後には自分自身がその穴に飲まれてしまう。ダーレン・アロノフスキーの容赦ないところは、愛を繊細に描けるだけのロマンチシズムを持っていること。そしてそのロマンチシズムを愛を壊すために使えること。熟年格闘家の奮闘を描いた映画レスラーでは、妻に逃げられ娘にも見放された男が、ロッキーとエイドリアンさながら人生の秋に出会った恋人への愛を証明するためにリングへ上がります。しかしその愛は、詳しくは映画を見ていただきたいのですが、主人公を破滅的な結末へ導きます。マザーでは、穏やかな暮らしを送る新婚の夫婦の幸福が、カルト宗教によって完膚なきまでに破壊される様が描かれます。では、レクイエム・フォー・ドリームはどうでしょうか。先日の通り、キャリア初期の本作は手心知らずの陰鬱さに満ちており、その陰鬱さは映像面はもとより、登場人物同士の人間関係にも反映されています。物語の序盤では、青や緑を背景に、淡い色の服を着たハリーとマリオンが、青春を絵に描いたような美しく満ち足りた日々を過ごす様が描かれます。マンションの屋上へ登って二人で紙飛行機を飛ばし、ソファーの上で互いへの気持ちを囁きながら愛し合う。ハリーが白昼夢の最中に見るのは、赤いドレスを着て海辺に立つ恋人の姿でした。それが終盤へ向かうにつれ、画面のトーンは暗く陰鬱なものとなり、マリオンが身につける服やメイクも破滅を予感させる色味を帯びていきます。お金持ちの男たちのパーティーに呼ばれ、屈辱的な性行為を見せ物にされた夜、手に入れた極上のコカインをまるで本物の愛花のように抱きしめて眠る彼女の姿を思い出してみてください。つい1時間ほど前に目にした光景が美しかったがゆえに、その姿は一層痛ましく映ります。彼女が抱いて眠るのはもはや恋人ではない。本作はその事実を鮮明にフィルムへ焼き付けます。また、サラがドラッグの禁断症状により部屋の中を幽霊のようにさまようシーンでは、これまた破滅を匂わせる青みかかった色彩の中に、切れかけた電球がチカチカと点滅します。この一連のカットは視覚的にも心理的にもホラー映画以上のホラーでしたね。本作の独自性として終始現実と幻覚が同一のものとして描かれます。ハイになったハリーとタイロンが警官の銃を奪い投げ合って遊ぶ序盤のシーン、精神科医相手の売春に臨もうとしているマリオンが目の前のその高色な男の手にフォークを突き刺す中盤のシーン、そしてテレビから出てきた自分と出演者が部屋の中で乱痴騒ぎを起こすのに怯えるサラを映した終盤のシーン、もちろんこれらは妄想や夢、ないしは幻覚です。それらの描写の直後に画面は現実の場面へと移り、それらが妄想ないし幻覚であったことが明かされます。しかし通常映画で行われるような画面に歪みを生じさせたり、トーンを変えたりといった特別な編集はなされていません。現実の描写と全く同じタッチで幻覚が描かれます。本作においてはそれらは常に地続きなのです。なぜだかわかりますか？当チャンネルのリスナーさんには簡単な質問かもしれませんね。現実と幻覚の区別に意味はないからです。
レクイエム・フォー・ドリームの作り手はそうした考えの持ち主でした。たとえ眼前の光景が実際には起こっていないこと、つまり客観的に見れば幻覚に過ぎないものであったとしても、幻覚を見ている当人にとってその客観的な区別は意味をなしません。彼ら彼女らからすれば、自身の目に映る世界のみが現実だからです。幻覚を見ていない人は目の前にある光景を現実だと信じ、それを疑うことはありませんよね。幻覚を見ている人たちだってそうなのです。実際には幻覚が現実を侵食しているとしても、それが目の前にあるただ一つの光景である以上、それは現実でしかありえないんですね。具体的な話をしましょう。90年代にジェイコブス・ラダーという映画が公開されています。ベトナム帰還兵の PTSD を扱った作品であり、同作では主人公の見る幻覚と現実のシーンが全く同じタッチで描かれるため、見ている側は主人公がそう感じているのとちょうど同じように、何が現実で何が幻覚かわからなくなるという画期的な個性を持つ作品でした。ダーレン・アロノフスキーは自身が影響を受けた作品の一つにこのジェイコブス・ラダーを挙げています。そしてレクイエム・フォー・ドリームの翌年、マリオン役のジェニファー・コネリーをヒロインに据えたビューティフル・マインドが公開されます。とある病に悩まされる天才数学者の苦悩を題材にした同作では、物語中盤まで主人公がその数学的才能を買われ CIA のスパイとして活躍する様が描かれるのですが、それが現実の光景ではなかったことが突如明かされます。主人公が通っていた研究施設は廃墟であり、 CIA 宛に送っていたはずの暗号文は差出人不明のままポストの中に眠っていました。彼は統合失調症による幻覚を見ていたんですね。スクリーン内の光景を当然事実として受け取っていた観客はここで度肝を抜かれるのですが、考えてもみればその幻覚というのは主人公の目に映るただ一つの光景だったわけで、それが現実と同一の風景として描かれるのは、この映画が主人公の主観の世界を扱っている以上、ごく自然な成り行きだったんですね。本作レクイエム・フォー・ドリームとこのビューティフル・マインドが世に出た2000年2001年頃を挟んで、映画の世界でも現実と幻覚の区別をしない描き方が市民権を得ていったように思います。僕個人の映画体験としても、昔ジェイコブス・ラダーを初めて見た時は何が何だかわからなかったのが、レクイエムやビューティフル・マインドを好きになった後で再度見、改めて理解できたという思い出があります。他にも主人公の目に映る幻覚が現実の世界を侵食していく作風を得意としたデビッド・クローネンバーグの作品でも、この2つは全く同じタッチで描かれます。ビデオドロームや裸のランチをまだ見ていないという方はぜひ鑑賞してみてください。僕がここでお伝えしていることが視覚的により理解できるはずです。彼らの哲学はやはり以下のことを示しています。現実と幻覚の区別に意味はない。なぜなら幻覚が見せる世界こそが唯一の現実だから。そして現実と幻覚の境界を曖昧にするアロノフスキーの哲学は肉体の変容によっても示されます。登場人物の見る幻覚が現実を侵食していくとき、彼ら彼女らの肉体までもが変化していくんですね。精神と肉体の同時並行的な変容、ダーレン・アロノフスキーがとりわけ好んだテーマでした。映画ブラックスワンでは清純な白鳥と官能的な黒鳥の2つの役を演じ分けることになったバレエダンサーが、その正反対の役柄の間で引き裂かれ、アイデンティティを失い精神を崩壊させていく様が、彼女自身の見る幻覚はもちろん、グロテスクに変容する肉体やドレス、メイクによっても表現されていました。映画レスラーでは還暦間近の格闘家が過去の栄光を犠牲にしてもなお多大な精神的重圧とともにリングに上がり続ける様を、実際に彼の肉体が釘やカッター、ナイフで傷つけられ血みどろになる様をクロースアップやスローモーションを駆使し克明に映し取ることで表現していました。そして最新作ザ・ホエールでは、恋人を失ったストレスにより体重が270キロまで増えてしまった男の末路が描かれます。アロノフスキーの作品において精神と肉体の変容は同時並行的に起こるものであり、精神に傷を負えばそれは肉体の傷として可視化され、彼ら彼女らをより激しく苛むことになるのです。刹那的な快楽を求め注射を打ち続けたハリーは腕に S を起こし肩から下を切断することになりました。
ドラッグに蝕まれるとともに白髪の量が増え、健康的な肉までもが削ぎ落ちたサラは、最後には訪ねてきた友人を絶句させるほかない、文字通り言語を絶した変貌を遂げます。マリオンはブラックスワンのニナ同様、濃く塗り込めたアイメイクによりその精神の変容が示されます。4人の中で最も希望があるのはタイロンのように思えますが、事実肉体の変容を伴わなかった彼は、アロノフスキー作品の論理で言えばまだしも引き返せるかもしれない地点にいます。もちろんこの4人の中ではというカッコつきではありますが、本章の最後に本作レクイエムが描く愛と友情に目を向けます。というのも、登場人物たちがお互いを思いやる感情には一切の欺瞞はありませんでした。マリオンとハリーはお互いをこれ以上望むべくもない最高の相手だと認め合い、彼ら自身が口にする通り、それまで誰にも抱けなかった純粋な愛情を互いに向けていました。タイロンは大好きだった母親に劇中何度も思いを馳せており、映画終盤でも捕まるかもしれないと分かっていながらハリーを病院へ連れて行き、刑務所に入れられると鉄格子の中で誰かあいつを助けてくれと叫びます。ここでのセリフがヘルプミーでもヘルプアスでもなくヘルプヒムだというところに、タイロンの人間性がよく表れていますね。ハリーは仕事に精を出し、金回りが良くなり始めていた頃、恋人と共に海辺で過ごす夕暮れに母へテレビのプレゼントをすることを決めます。そして後日顔を合わせたサラに放ったセリフは以下の通り、ろくでなしだったこれまでの自分を恥じている、しでかしたことは変えられないが、大好きなお母さんに少しでも喜んでほしい。ところがこの先の海辺のシーン、感動的な一場面かと思いきや、すでにして不穏な気配が漂っています。ゼンは急げたばかりにその日のうちにお店へ行こうと誘うマリオンに対し、ハリーはその前に一発撃ってからにしようと提案します。重ねてになりますが、母親への愛情に全く嘘はありません。しかしそれもドラッグへの欲望にはかなわないんですね。そのハリーが終盤マリオンと二人で撮った思い出の写真の裏に、薬を売ってくれるお金持ちの男の電話番号をメモし手渡すシーンがありました。純愛を描けるだけの繊細な感性を持ち、それを愛を壊すことに使えるアロノスキーの才能が遺憾なく発揮されていますね。そして映画のラスト、登場人物たちはそれぞれ幸せだった頃の自分を夢見て眠りにつきます。タイロンは幼い頃の母親との思い出を、ハリーは海辺に佇む恋人の姿を、マリオンの場合直接夢の描写はなされませんが、極上のコカインを抱いて眠る彼女の幸せそうな表情からおよその察しはつきます。サラは赤いドレスを着てお気に入りの番組に出演し、息子と抱き合う自分の晴れ姿を夢に見ます。これら夢の描写を皆さんはどのように受け取るでしょうか。ここでは2つの解釈を提示したいと思います。一つはドラッグの禁断症状がどれほどその人間を蝕もうとも夢までは奪えないということ。夢とは希望の現れであり、その希望がある限り彼ら彼女らは幸せでいられるという前向きな解釈です。実際にラストショットでのサラやマリオンの表情は彼女らの幸福を示しているかのようです。一方の解釈はその真逆、夢により希望を与えられることがかえって絶望を深くするというものです。僕は後者の考えでいます。夢からひとたび覚めた彼らがいるのは刑務所の雑居房であり、愛する人のいなくなった自室のソファーであり、そして変わり果てた自分を横たえる病院のベッドでした。現実と夢のあまりの際に、もし自分が彼らの立場であれば、まず間違いなく絶望を深めてしまいます。もっともどれだけ現実が厳しかろうとも、その厳しい現実とは異なる世界を夢で見られるならまだしも幸せではないかという見方もあるでしょう。ただそのようにして現実から逃れるべく夢を求め手を伸ばした先にあったのがドラッグではなかったでしょうか。妄想の世界へ逃避し偽りの幸福を得ようとすること、それが悲劇の始まりでした。この映画は現実から逃避する人間の姿を描いている。現実を生きず無双にふけってばかりいると心に大きな穴が開いてしまう。その穴を埋めるため人は何かに依存する。穴を埋めるために始めたことでさらに穴を広げ、最後には自分自身がその穴に飲まれてしまう。
先に引用したダーレン・アロノフスキーの言葉です。現実の厳しさから目を背け、夢を見たいと願うことが彼らをドラッグの悪夢へ追いやった。故にそこから抜け出すには夢でなく現実を見なければならない。そのように解釈すると、作品のタイトルが夢への鎮魂歌であることの意味が見えてきますね。夢によってもたらされる偽りの幸福が彼らを破滅へ追いやるのだとしたら、その夢には別れを告げなければならない。そう作り手が考えていたのだとしたら、レクイエム・フォー・ドリームというのは実に詩的なタイトルだと思いませんか。お金持ちの男の家で売春を終えた直後、バスタブに顔を突っ込んで絶叫するマリオン。水の中に静止するマリオンが何秒間か映った後、彼女が生きているのか死んでいるのかさえ判然としない中、突如叫びが始まります。どんな短いトレーラーにも収められている本作といえばなアイコニックなカット。これはパーフェクトブルーでの主人公ミマが浴槽に顔をうずめ叫ぶシーンへのオマージュでした。ダーレン・アロノフスキーはコン・サトシ監督の熱烈なファンであることを公言しており、監督が亡くなった際には追悼のメッセージを送っています。映画パーフェクトブルーはストーカー被害により現実と幻覚の境目をなくし、自我を崩壊させていく女性アイドルを描いたホラー映画以上に怖い非ホラー映画。マリオンの内面を描く際、この映画が頭にあったとアロノフスキーは後のインタビューで明かしています。2010年に手掛けたブラックスワンに至っては、個々のシーンの類似を超えて作品自体がパーフェクトブルーへのオマージュになっていました。ジェイコブ・スラダーやパーフェクトブルーに魅せられた若い映画作家が先行作品の影響を隠さず、むしろその系譜に乗っかる形で手掛けた作品、そう捉えると映画レクイエムの正体がよりくっきりと見えてくるのではないでしょうか。この映画の作り手はドラッグに興味があったのではありません。薬物に限らないあらゆる中毒症状で人間が変わっていく瞬間を映像に収めることに関心があったのです。先の章でシナリオ面から本作を語ってきました。本章では映像表現としてのレクイエム・フォー・ドリームに目を向け、ショットや編集の点から作品を深掘っていきます。まずはおさらいを少々。この映画ではドラッグを摂取するシーンがヒップホップモンタージュという音楽的な編集でテンポよく見せられており、それはドラッグに限らず他の中毒を示す描写にも用いられていました。本作の凝らす技巧は無論それだけにとどまりません。中毒症状という劇中で最も重要な要素にこうした独自性を持ち込むことが、映像で遊ぶという作り手の姿勢を物語っています。映画最序盤に目を向けましょう。テレビを持ち去っていくハリーをクローゼットに隠れたサラが鍵穴から覗くシーンでは、画面を分割し複数のショットを同時に見せるスプリットスクリーンが採用されています。そしてテレビを持ち出したハリーがタイロンと合流し質屋へ向かう際には、隣人たちが目で彼らを非難するのですが、ここで画面はロングショットで隣人たちを捉えた直後、彼女らの主観ショットへ素早く切り替わり、ロングショットを主観ショットをテンポよく重ねてみせます。彼らが互いに抱く気まずさをこの複数のショットの切り返しにより印象付けているのです。直後、ハリーとタイロンが物語の舞台となるコニーアイランドの風景をバックにテレビを運んでいく場面へと移ります。ドラッグに脳を支配された後先考えない彼らの行為と、美しくそして懐古的な風景を同時に収める一連のショット、とりわけ夕焼け空と遊園地を背景にテレビを運ぶ彼らの後ろ姿を逆光のもと捉えたショットは、本作の撮影監督がこの映画で一番のショットだと太鼓判を押すほど。主人公たちがどこに暮らしていて、何を思い何を行動指針とする人間なのか、言葉を用いずにオープニングの数分でさらりと示してみせています。ここで再度ヒップホップモンタージュの話をします。前章で軽く触れた通り、登場人物が中毒物質を体内に摂取すると、例えばそれがドラッグであれば白い粉を取り出し銀紙に乗せてライターで炙り、注射器に入れて体へ打ち込み、細胞が活性化し瞳孔が開く、その一連の過程がモンタージュによってものの数秒で示されます。本作といえばなアバンギャルドな演出ですね。
ヒップホップモンタージュはそれらの行為が果てしなく反復され続けてきたものであることを示しているわけですが、同時にこの映像が劇中で何度も繰り返されることにより、見ている側も自然とあのテンポの良いドラッグ注入シーンをまた見たいと思うようになっていきます。まるでそれがお気に入りの曲の一節でもあるかのように。何気ないことに思えるかもしれませんが、ショットで中毒を再現し、その中毒、すなわちもっと欲しいという感情を観客に共有までしてみせる。類例が容易には見つからない素晴らしい演出です。本作のストーリーは大きく分けて、母親であるサラのサイドと息子のハリーサイドの2つが同時進行する形式。その2つがヒップホップモンタージュによる薬物摂取の描写の繰り返しにより、徐々に一つに繋がっていきます。序盤はスプリットスクリーンで視覚的にも心理的にも分断されていた二人が、幾度ものモンタージュを経て、中盤でようやく一つの画面に収まるようになる。そして出来上がった二人のジャンキーが、互いに相手がそうであるとは知らずに顔を合わせるシーンは実に感動的でしたね。近くにいながらまるで通じ合えない二人の心境を、ここでもショットが浮き彫りにしています。親子水入らずでの久々の対面。息子の近況報告にサラが飛び上がって喜んでいた面会序盤、二人の顔は明るく輝いていました。これは比喩ではありません。窓の外の自然光を順光として取り入れることで、事実二人の顔が輝いて見えるようになっているんですね。まだこの時点では、数ヶ月ぶりに顔を合わせた親子のどこにでもある平凡な対面かのよう、サラの喜び方がいささか常軌を逸しているとはいえ、孤独の最中に突如姿を見せた最愛の相手と考えればさほど不自然には映りません。前章で触れた通り、希望もまた彼女を中毒へ追いやったものの一つでしたね。しかしハリーが彼女の薬物依存に感づいた瞬間、映像の雰囲気はガラリと変わります。ここで画面の中で不思議なことが起こっているのに気づいた方は、おそらくこのチャンネルのヘビーな視聴者か映画ジャンキーです。一緒にシーンを見てみましょう。この瞬間ですね。過去動画でも一度話したことがある通り、映画の世界には180度ルールという暗黙の規則があります。二人の登場人物の会話シーンを撮る際、その二人を結んだ線の片側のエリア、つまり180度の範囲内にカメラを置き撮影しなければならないというルールです。この規則を破ると視点の一貫性が失われ、観客を困惑させてしまうリスクがあるため、特別な事情がない限りはこれを守るというのが古典的なハリウッド時代からの慣習です。その前提に立つと、このシーンでは奇妙なことが起きていますね。ハリーがサラの歯ぎしりに気づいた瞬間、カメラは彼の顔を中心に捉えたままぐるっと旋回し、180度の外に出ます。そして何事もなかったかのように会話シーンは続行。ここで180度の規則は破られ、カメラはその180度の外に出てしまいます。なぜこのようなことが起こっているのか、この例外的なショットで作り手は何を表現しようとしたのか。そうです、逆光ですね。カメラが旋回する前後を比べると、登場人物の顔にかかる影の濃さがまるで別シーンかのように変化しています。とりわけ母親に疑いを抱き始めたハリーの顔は片側が影で真っ黒に染まっています。そして彼はジャンキーの先輩としての経験から、ドラッグだけはやめるよう母親に懇願するも、彼女は息子の助言よりも赤いドレスを優先。テレビに出るためにダイエットを始めた。世話してあげる相手が誰もいない今の自分には、ドレスを着てショーに出ることだけが希望なのだ。もうすぐ100万人が私を見て好きになる。疲れたような顔でそうまくし立てる母親に、もはや何を言っても無駄だと悟ったハリーは、今度恋人を連れてくる。一緒にご飯でも食べようと、互いに叶うはずないと分かっている虚しい口約束を交わします。心の通じ合えないまま会話を終え立ち上がると、窓から差し込む夕日の逆光で、二人を覆う影はさらに濃くなります。明るい画面の中始まった二人の会話は、次第に濃くなっていく影でその雲行きの怪しさが示され、最後にはほとんどシルエットと化したその立ち姿によって、別れが決定的になったことが示唆されます。事実、劇中彼らはもう二度と会うことはありませんね。夢の中を別にすればですが。ところでこの映画、夏から幕開け、
秋を経て冬で物語が閉じる三部構成になっています。夏は窓から入る日の光を用いた自然光が主だったのが、季節が移り変わるにつれ蛍光灯やハロゲン灯、電球にテレビ画面の反射といった人工的な照明の比率が大きくなります。こうした暖色から寒色への移り変わりが単に季節の変化だけを示しているのでないことは、おそらく皆さんもお気づきでしょう。登場人物の薬物依存度が高まるとともに、彼らの目に映る世界が色をなくしていくことの表れでもありました。ここまで何度か触れたように、本作は登場人物の主観の世界を描いています。だからこそ夢と現実の区別は意味をなさないのであり、彼らの目に映る景色が色を失うごとに、それに応じて画面内の色彩も乏しくなっていくのです。また医者に処方されたダイエットピルを服用し始めて以来、サラは自分でもなぜかわからないまま始終体を動かさずにはいられなくなります。同じ場所に留まることができず、何かに疲れたかのように部屋中を隅々まで磨き上げていく彼女、そのいささかパラノイア的な彼女の動作が、本作では極めて緩慢な速度でセットを横に滑るカメラで撮影されています。部屋のセットと平行にレールを敷き、1秒に1コマずつ撮ってはカメラを横にずらすを繰り返す。シーン自体は30秒ほどに収まっているものの、実際の撮影には40分ほどかかったようです。つまりカメラが横滑りする40分間、サラを演じたエレン・バースティンは延々一人で掃除をし続けているというわけ。そして撮れた映像をタイムラプスのように圧縮させてできたのがこのシーンでした。飛ぶように時間が過ぎていく中で、彼女のやっていることはまるで変化していない。それでも体を動かし、何かをしてなくてはならない。物語後半でついに薬の効果を実感できなくなった彼女が病院へ行き、自分の身に起き始めている数々の異常事態を口にするも、全く相手にされず、それまでと変わらず薬を処方される場面がありました。そこでも先ほどと似たことが起こっています。サラの動作は極端にコマ数を落としたスロースピードで撮られており、反対に医者の方はコマ数を上げて撮られ、あたかもサラを取り巻くもの全てが高速で動いているかのように見せられています。ドラッグを摂取した人間にとって、快楽物質が体内にあるうちは時間が飛ぶように流れ、その効果が切れた途端、恐ろしく緩慢にしか時間が流れなくなる。それを映像の力のみで巧みに表しているんですね。ハリーとタイロンがドラッグを注入しパーティーを開く序盤の場面でも、このコマ数の極端に多い早回しで同様のことが示されています。映画時計仕掛けのオレンジで、主人公アレックスが女性2人を家に挙げスリーサムを楽しむ場面で、キューブリックが同じく極端な早回しを用いていたことが思い出されます。先のショーで中毒の対象はセックスや希望だって構わないと話しました。かねてより待ち望んだ瞬間を生きる人間の時間は恐ろしく短く儚いというのが、これらの映像によくよく現れていますね。原作小説夢へのレクイエムでは、中毒物質でトリップする描写がユーモラスな言葉で綴られているのですが、それを映像に映し替える際に、いかに自分たちのフィールド、つまり言語を用いずに映像だけでやれるかを試してみたかったと監督は語ります。お次はスプリットスクリーン。同時進行する複数のシーンを画面分割を用いて同時に見せる手法で、かつてはゴダールやデパルマ、ウディ・アレンらが実験的に用いていたものの、結局主流にはならず、実験的手法の域を出ませんでした。本作の画面分割は実験的手法として用いられているのではありません。そもそもこの手法が実験的、ないし前衛たり得たのは本作から30年も前のこと。このレクイエム・フォー・ドリームでは、ある条件に合致した時にスプリットスクリーンが用いられています。その条件とは、同等の重みを持って描かれる人物や要素が同時に画面に現れる時。例えば物語冒頭、ドラッグ欲しさに母親のテレビを持ち出すハリーと、クローゼットに隠れてそれをやり過ごすサラ、彼らは劇中で同等の重みを持つ、どちらもが作品の主人公ですよね。マリオンと精神科医、タイロンとドラッグ組織のボス、サラとその隣人といったペアでは、このスプリットスクリーンは用いられません。これは重要な点で、実際にボツになったテイクでは、画面をなんと6つに分割し、マリオン、タイロン、ハリーの3人の顔のアップと彼らの目線、
つまり POV ショットの計6つの画面を同時に見せるというユニークな編集がなされていました。マリオン、タイロン、ハリーの3人の重要性は本作においては完全にイコールでしたね。そしてハリーとマリオンがソファーの上で互いへの愛を囁きながら愛撫をし合うシーン、ここでの画面分割は特に印象的でした。ここで表現されているのは端的に言えばセックスです。ポルノに見えないよう演出されたセックス、相手への愛を囁く彼らの顔とお互いの手が触れている箇所、それらを同時にスクリーンに映すことで各々のショットに対等の重みを持たせる。愛の囁きと体の接触のいずれもが必要とはまさしく性行為に他なりません。お次はストップモーション。ダイエットを始めたばかりのサラがイヴァン・デニーソヴィチの一日のような貧しい食事に甘んじる序盤のシーン。ここでは朝食が一瞬でなくなる過程が静画と効果音の組み合わせで端的に示されます。卵を割る音とともに卵の中身が消え、コーヒーをすする音とともにカップの中身が消えるといった具合に、通常は1秒間に24コマある映画の映像を2コマまで減らすことで本当に一瞬で食べ物がなくなったように見せているんですね。劇中に何度も登場する複数のカットをテンポよくつなぎ合わせたヒップホップモンタージュとは大変な違いで、このわずか2コマであっけなく肩がつく描写に登場人物の心理状態の違いが意図的に示されています。お次はスノーリカム。麻薬組織の人間といるところを警察に襲撃され逃げ惑うタイロン、精神科医相手の売春を終え失意の中明かりの乏しいマンションの廊下を歩くマリオン、そしてチカチカと電灯の点滅する部屋の中を怯えた表情でうろつくサラ。これは俳優の体にリュックサックのような容量でカメラを装着し顔の斜め上から撮影をするという技法で、スノーリカムといって2000年当時はミュージックビデオの世界で少し注目されていたようです。本作以外の映画でお目にかかることはほとんどありませんが、2020年代の目で見るとそこまで斬新には感じられないというか、むしろ既視感を覚えてしまうのはこの撮り方が現代ではスマートフォンのセルフィーに取って代わられたからでしょうか。個人的にはあまりにブレがなすすぎてこのスノーリカムの画面には少し違和感を覚えてしまうのですが、そのあたりの事情は今のスマートフォンのカメラも大体同じですね。最後に本作の映像における奇妙な点について話してこの章を締めます。母親に会うべくマンションの前でタクシーを降りてハリーにサラが喜び勇んで視線を向ける中盤のシーン、ここではキュインとなる機械音とともにカメラが手動でズームをかけていきます。またつい先に触れた掃除のシーン、ここではセットの横にカメラを滑らせ撮影がなされていたわけですが、考えてもみればそんな撮り方をしたらそこに壁がないことが観客に知られてしまいますよね。これは少し奇妙です。なぜなら映画が作り物であることを見る者に意識させることになるからです。ハリーの顔に当てる手動のズームも食事が一瞬でなくなるストップモーションも同様です。ハリウッドの絵作りの伝統においては長らくリアリティが肝とされてきました。リアリティ、つまり現実感を演出するには観客にカメラを通して映画を見ているという事実を忘れさせるのが大前提。カメラを通して映像を見ているのではなく、あたかも自分たちがその場に居合わせているかのような感覚を観客に抱かせるのが映像面におけるリアリティだと考えられてきたわけです。例えばカメラをくるくる回したり、出来上がったショットに明らかにそれとわかる大胆な編集を加えたりして凝った映像を追求したアルフレッド・ヒッチコックの映画が同時代のハリウッドで冷遇されていたのもまさにそうした伝統ゆえのことでした。端的に言ってカメラは観客の目である以上、そのカメラが主張しすぎてはいけない。従来のハリウッドではそう考えられてきたんですね。ではレクイエム・フォー・ドリームはどうでしょうか。カメラの存在を前面に押し出し、映像で遊ぶ姿勢を序盤からラストまで一貫して持ち続けています。動画の冒頭で鬱を極めたシナリオはもとより、カメラワークの点でも本作は突き抜けた作品だったと話しました。そして先の章でこの映画は現代の寓話として構想されたと話しました。現代の寓話とはつまり現代を生きる誰にでも起こりうる話でありながら、それでいて現実世界とは一線引いた作風であるということ。
その偶話的な側面はとりわけ中毒に関わる描写で積極的になされていました。ヒップホップモンタージュを筆頭にハリーの顔に向けられる機械的なズームやサラの病的な部屋掃除の描写、そしてもちろんスプリットスクリーンやスノーリカムもそれにあたります。カメラの存在をあえて観客に分からせるショットが作品の偶話性を浮き彫りにしています。言語を絶した苛烈なリアリティと偶話性の共存、いつの時代にも起こり得るが誰の話でもあり得てはいけない作り話。70年代に鮮血の美学という映画が世に出ています。刑務所を脱獄した4人の囚人が少女を襲って強姦し残虐な方法で殺害する物語で、そのあまりの凶悪さに人々はこの映画を忌み嫌い、作り手を映画の世界から追放しようとしました。同作公開時のキャッチコピーは、もしこれを見て辛くなったら心の中で何度も唱えてください。これはただの映画、これはただの映画だと。薬物中毒に侵され、どん底の底まで落ちていく人々を描いたレクイエム・フォー・ドリーム。どれほど残酷な物語でも、それが偶話であることを思い出させてくれる本作の作風を私たち観客が救いと受け取ることは十分に可能でしょう。エレン・バースティン。1971年公開のラストショーで、娯楽のない田舎町で高い低層観念のもと育てたはずの一人娘が、グレて性に奔放になってしまう物語で苦悩の母親役を演じ、アカデミーの助演女優賞を受賞すると、マーティン・スコセッシのアリスの恋で、DV 男と恋に落ちる悲運な女性歌手を熱演。オスカーの主演女優賞に輝くなど、70年代に脚光を浴びた名女優です。彼女の出演作として最も有名なのは、やはり映画エクソシストでしょう。悪魔に取り憑かれた女の子が幼い少女にあるまじき庇護や罵詈雑言を吐いては首を回転させ蜘蛛のような格好で逆さになって階段を降りるなど、常軌を逸した恐怖描写で当時多くの観客を失神させた逸話を持つ作品。そこで少女リーガンの母親を演じていたのがエレン・バースティンでした。悪魔付きの娘の奇行に本人よりもそれを目の当たりにする家族の方が苦しむという設定になっている同作において、バースティンの苦悩の演技は花を添えるどころか、まさしく主役級の活躍を見せていました。この映画のエレン・バースティンがいかに素晴らしいかについては、過去動画エクソシストの解説でも語っているので、ぜひそちらをご視聴ください。彼女の出演作はこのチャンネルと相性がいいようで、他にも映画レッドドラゴンで殺人鬼フランシス・ダルハイドの祖母の声を演じていたのも彼女でした。カルト映画ウィッカーマンのリメイク版で島の主シスター・サマーズ・アイル、オリジナル版ではドラキュラ俳優のクリストファー・リーが演じていたサマー・アイル卿ですね、を危機として演じてもいました。2023年公開のエクソシストを信じる者では、50年越しのリブート作にかつて娘を悪魔に奪われかけた過去を持つエクソシズムの権威として登場し、悪魔付きの少女に十字架で目つぶしをされていました。この人の役柄は、自分自身が率先して不幸になるというよりは、誰かの不幸に引っ張られ、なし崩し的に自分もどん底へ落ちていく不運な女性をその特徴としています。では本作レクイエムのサラはどうでしょうか。グレタ息子の扱いに手を焼き、それでも彼を自分にはあの子しかいないとして愛し続ける不器用な親の姿は、まさしく彼女の真骨頂ではないでしょうか。彼女は一度にいくつ指示しても全て反映させてくれる。5、6個の要求を一気にしても全てに対応した演技をしてくれ、さらにひとひねり加えてくれる。ダーレン・アロノスキーは本作出演時の彼女をそう評価します。終盤のテレビ局のシーン。ここでのエレンの狂気、当ジェニファー・コネリーを見るためにこの映画を何度も鑑賞してきたくらいには僕のお気に入りのシーンで、自分はいつテレビに出られるのか。契約書はちゃんと届いているのかと涙と汗でぐちゃぐちゃになった顔で局のスタッフに迫る彼女の演技は圧巻でした。実はこの場面、現場に来ていた原作者のセルヴィ・ジュニアが彼女のすぐ横で原作小説の同じ箇所を朗読し、読み聞かせが終わると同時にカメラを回しています。原作の言葉のイメージを受けてそれを即座に自らへ憑依させ、演技を始める彼女の姿がメイキング映像に収められています。
実際にこのシーン、居合わせた他の俳優たちはバースデーの演技のあまりの迫力に呆然としており、まともに演技ができたのは警備員役の俳優一人だけだったという逸話も残っています。ところでエレン・バースティンは天才肌ではなく努力家の俳優でした。もともとはモデルやショーガール、ナイトクラブのダンサーをしていた彼女、女優として成功のきっかけをつかんだのは39歳の年、映画ラストショーの出演時でした。同作で得た他者の不幸に引きずり込まれる不運な女性というハマり役を生かして、その後は大活躍かと思いきや、80年代はヒット作に恵まれず、90年代には活躍の場をブロードウェイに移していました。そんな折、彼女の主演する舞台を見に来たとある若い映画監督がエレンの人気に再び火をつけることになる役柄のオファーを申し出ます。レクイエム・フォー・ドリームのサラでした。本作の撮影中、こんなことがありました。劇中中盤の掃除シーン、タイムラプスを用いた早回しの映像を撮るために、前章で触れた通り40分間一人で掃除をし続けた彼女、しかし何かがしっくりこなかったようで、現場のスタッフは監督含め皆が満足していた中、もうワンテイクやらせてほしいと自ら願いで、掃除のシーンを頭から再度演じ直します。出来上がった2つの映像を比べてみると、撮影時に曰く何かが変わっていたようです。彼女にしかわからない違い、しかしその一線を絶対に超えていなければならない、エレン・バースティンがなぜ俳優として成功したのかがよくわかるエピソードです。お次はタイロン。彼を演じた俳優はマーロン・ウェイアンズといい、この人を本作以外で見たことあるという方はおそらくコアなコメディ映画ファンでしょう。というのも彼、ニューヨークでは名を知られたコメディアン兄弟の一人です。長男のキーネン・アイボリー・ウェイアンズが監督した最終絶叫計画シリーズ、そして最強女装計画、最強赤ちゃん計画等で主演や準主演を務めるなど、コメディ作品への出演が圧倒的に多い俳優。というかこのレクイエム・フォー・ドリーム以外の出演作はほぼ全てコメディであり、マーロンのシリアスな演技を本作以外で目にする機会はあまり多くはありません。レクイエムの制作陣もそうだったようです。なお最終絶叫計画は現代がスケアリームービー、怖い映画、実を言うとホラーの次にコメディジャンルが大好きな僕は、ウェイアンズ兄弟の映画はそれなりに見てきたのですが、この怖い映画が原点にして頂点な感があります。ウェイアンズ兄弟と絶叫クイーンアンナ・ファリスの相性が最高です。お次はジャレット・レト。おそらくは皆さんもご存知でしょう。端正な顔立ちとは裏腹に、腹に一物抱えてそうな邪悪な雰囲気を芸風に、ハリウッドでは主にヒール役で活躍してきた俳優さんですね。スーサイドスクワットやジャスティスリーグでジョーカーを演じたことから、一般的な知名度で言えば本作では頭一つ抜けているかもしれません。パニックルームでジョディ・フォスター演じる母子を襲う強盗役や、チャプター27でジョン・レノンを殺害するマーク・チャップマンに扮したりと、やはり純粋な悪役が映える印象の彼。その彼のキャリアが花開いたのは、みんな大好き僕も大好きなアメリカンサイコでした。エリート証券マン揃いの投資銀行で抜きん出た存在として同僚の嫉妬を買い、同社に予約を取ったことで主人公パトリック・ベイトマンに斧で八つ裂きにされるポール・アレンを熱演しています。レクイエム・フォー・ドリームに主演したのはこの役の直後のことでした。本作の配役は実に奇妙なアンバランスさで成り立っていますよね。コメディアンとヒール俳優をドラッグにはまる純粋な青年の役にキャスティングしているのですから。口述しますが、こうした一癖も二癖もある人選にこそダーレン・アロノフスキーの監督としての才能が現れていました。それでは本章の大取りにジェニファー・コネリーの話をしましょう。I always thought you're the most beautiful girl I ever seen. Somebody like you can really make things alright for me. ソファーで抱き合い、互いに愛を囁くさなかに、ハリーがマリオンについて口にする言葉です。ジェニファー・コネリーは谷村のオールタイムベスト女優の一人。ファンとしてはいささか驚くべきことに、彼女がこの映画でヒットする15年も前からスターだったことは今ではあまり知られていません。監督のアルノフスキーはジェニファーの昔からのファンだったといい、
Once Upon a Time in America にヒロインの子供時代役として出演した彼女を見て、世界中の男たちと同じようにジェニファーに恋をしたと語っており、自分の映画に彼女を呼ぶのは子供の頃からの夢だったようです。同作でその無垢な美しさを世界中に知られた彼女は、翌85年サスペリアのダリオ・アルジェントに目をかけられます。美女をあの手この手でいたぶる作風を趣味とするイタリアのホラー映画作家ですね。そしてアルジェントのフェノミナに主演、15歳の年でした。昆虫と心を通わせる超能力者の少女が能力を用いて残虐な殺人事件に立ち向かうサスペンス調のホラー映画で、アルジェント流の理解不能なシナリオも手伝って神話的な美しさを持つ主人公の少女をめでる映画として興行的に成功。10代半ばの若さで一時代を築いた彼女ですが、その後キャリアが停滞します。それから十数年が経ち、彼女の大ファンだった若い映画作家が、それまで清純なイメージで通っていたジェニファーをラストで金持ちの乱交パーティーの犠牲になる薬中女性の役にキャスティング。これが大当たりでした。マリオン役で一皮むけたジェニファーは、翌年ビューティフルマインドで天才数学者の妻を演じ、オスカーやゴールデングローブ、英国アカデミーなど複数の賞をかっさらい、無垢な美少女だった頃から一転、人生の酸いも甘いも知る実力派俳優としての地位を確立します。ハリーとタイロンの配役が奇妙なアンバランスさで成り立っていたことは先に触れた通りですが、ジェニファー・コネリーもまさにそうですね。かつてはアイドル的な人気を誇り、イエールやスタンフォードで学んだ才女でもありながら、当たり役に恵まれずキャリアが低迷していた彼女、ドラッグの片鱗さえ見えない清楚な女優に、そのイメージとは真反対の役柄をあてがうことで、アロノフスキーは彼女の進化を掘り起こしてみせました。彼の審美眼にキャリアを救われた俳優は多く、その後もかつての二枚目俳優ミッキー・ロークを落ち目のレスラーに変身させることで俳優自身の生涯を作品に重ねてみせたり、子役として大当たりしたものの、女優としての殻を破れずにいたナタリー・ポートマンに、その殻を破れずにいることを作品のテーマに据えて映画を作ることで、実際に彼女の殻を破らせ、同時に映画も大ヒットさせています。もっとも同作には当時一般に落ち目にあるとの見方がされていたかつての大スターウィノナライダーを、更年期を迎えた落ち目のバレエダンサーとして登場させるなど、残酷なこともしているわけですが、ウィノナライダーからナタリー・ポートマンへの世代交代の図式が映画の外でも内でも成り立ってしまっているんですね。かつては売れっ子だったがもう売れていない、そうした俳優をあえて起用したいと思う監督は稀でしょう。しかし、かつては売れっ子だったが今は売れていないからこそ、それを作品の持ち味にできると考えるところにアロノフスキーの天才はありました。これは単に売れ筋ではない俳優にそれまでとは別の角度から光を当てることで成功をつかませたという話にとどまりません。映画は俳優あってのものであり、そうであるなら俳優自身のストーリーを映画に組み込めばいい。そうすれば観客が自然とその俳優の物語に感情移入をし、映画のストーリーに奥行きが生まれる。そうアロノフスキーは踏んでいたのです。俳優に成功ないしは再起のきっかけをつかませ、なおかつ映画も名作に仕上げてみせる。アリータやスパイダーマンホームカミング、トップガンマーヴェリックでジェニファー・コネリーが活躍しているのも、ウィッカーマンやインターステラーでエレン・バースティンが見られるのも、彼の審美眼がそのきっかけを与えたからでした。そしてアロノフスキー自身が映画作家として名を成しかけていた時に、映画人なら誰もが望むような数々の売れ線作品のオファーを断り、手掛けたのがレクイエム・フォー・ドリームでしたね。最後にはなりますが、本作を監督し世に送り出したダーレン・アロノフスキーに最大限の敬意を表し、動画を締めたいと思います。お疲れ様でした。解説は以上になります。映画の世界にはドラッグムービーと密かに呼ばれるジャンルがあって、皆さんの多くもこのジャンルの作品を楽しんだ経験をお持ちのことと思います。それらに描かれる人をドラッグへ引き入れる要因は、かえして貧困であり孤独であり愛の欠如。法律ではドラッグをやる人間は犯罪者ということになっていますが、現に彼らをドラッグへ走らせるのは環境であり、それに手を出す時点では善も悪もない。そのことを身に染みて感じさせてくれるこのジャンルが僕は大好きです。そしてドラッグ自体は日常のはるか外にあるとしても、
その要因は誰のそばにでもある。それゆえドラッグに限らない様々な刺激を求めて人は中毒に陥っていく。そのことを描いたのが映画レクイエム・フォー・ドリームでしたね。この映画を見た感想、あるいは動画の感想でも良いので、皆さんの思ったことを共有していただけると嬉しいです。最後にこの動画を見終えてうつうつたる気分になってしまった不運な方のために、ドラッグを題材にした登場人物がとにかく薬を決めてトリップしまくる楽しい映画をいくつか紹介します。まずはヘロイン中毒にずっぷりハマった4人の若者が、スコットランドを舞台にお薬を手に入れるべく、あの手この手でのし上がる姿をスタイリッシュな映像感覚で描いた名作映画トレインスポッティング。薬物を題材にした作品で、これほど清々しい性のカタルシスを得られる作品はちょっと他にありません。ドラッグ映画2作目はブレインダメージ。未知の寄生生物に取り憑かれ、脳を支配された無垢な男が、脳みそへ注入された快楽物質の虜になり、その快楽を何度も味わうべく人を殺すことになる物語。同作には主人公の股間から伸びた寄生生物が女性の口の中を出入りするという多ジャンルの作品であれば完全にアウトなシーンもあるため、低粛な紳士淑女の皆さんは鑑賞を控えた方がいいかもしれません。コミカルな表現とそこに映し出される現実の描写のギャップに脳が破壊されます。ドラッグを扱う映画で中毒物質を体に注入するシーンそれ自体が快楽であるかのように描かれるのはこの作品が走りだと僕は思っています。3作目は裸のランチ。あらゆるドラッグを手当たり次第体に入れ、常習的にハイになっていた小説家の目に映る夢とも現実ともつかぬ世界を映像で再現した当チャンネル推奨監督デビッド・クローネンバーグの作品です。ここで語ってきた作品の例に漏れず、前編通して映像そのものが快楽かのように撮られており、薬中映画中毒者の方以外にも見てほしい傑作です。最後はバスケットボールダイアリーズ。バスケ選手としての将来を有望視されていた男子高校生が、ひょんなことから手にしたドラッグの力で元気100倍になり、夢を叶える物語です。ここに挙げた作品のどれか一作しか見られないとしたら、この映画を見ることを強くお勧めします。うつうつたる気分に陥った時、すぐそばにあるかもしれない中毒物質の代わりに手を伸ばし、元気100倍になってください。こうした世に言うアウトな作品の話が僕は大好きで、皆さんの好き嫌いに関わらず、動画投稿を続ける限り、この手の話題から離れることはないと思います。Twitter の方では、YouTube ではさすがに際どいかもしれない話題も投稿していたり、また最近ホラーを中心に様々なジャンルの作品をレビューする映画ブログを開設したので、興味ある方は概要欄かコメント欄から覗きに来てください。次回はお口直しに食人族か狩猟の腹渡を解説します。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。